全軍続け。この約束の地でわしとお前が今向き合った、力任せでは訪れぬ綾、これぞ絆とわしは思う。家康様の軍勢、運命の大一番、全軍死力を尽くして家康様をお支えするのだ。今日まで本当にありがとう。さあゆっくりと休んで。力と知略を編み込んで大きく広げるのは俺たち兵卒だ。敵陣が落ちたぞ。兵の逃亡を許すな。俺の夢を実現させることが僕の夢である。役割だ。よう家康、この戦借りるぜ。こいつにちょいとばかし見せたいんだと言ってな。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。死してなお続く尊き絆だが、今はそれを求めない。みんな必ずや生きて帰ってくれ。伊達氏、ここで私に何を見出せた。その答えはお前しか知らない。あんた自身で決めるんだ。己を変える光にな。あなた方はまばゆいな。この眼球を腐らせる。ドラ、見えたか。足りねえってんなら何度だって増えましたさ。そちらも随分と培ってきたのだな。絆の力を。行くんだ、軽くなる天へ、家康様のお供へ。さて、俺は俺で楽しむとするか。ケム、竜王の名は帝京じゃねえ。今あんたの瞳には何が映ってる。何も見えてねえってんなら、カモン、竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。指をくわえて見ているがいい。独眼竜、お前は新たな絆を手に入れたのだな。お前がそうするようにわしもまた絆を抱き続ける。流れは明らかに我が軍にあり、このまま東照を地へと引きずり下ろしましょうぞ。我らは徳川兵であったことを誇りに思いますぞ。10万分の1とか思ってると大怪我するぜ。誠の架け橋とはあなた様を置いて他におられません。無論よ、我は全てを未来へと導く。そう、お前も含めて密な。それほどまでに熱を上げたくは草履でも温めるがよい。本陣だけは明け渡せん。わかるだろう。君たちに敵前逃亡をおすすめするよ。なんか悪い方へと転がってってるような。忠義ならば日の元の誰にも劣らぬ。家康様の思い我らには計り知れぬ。しかし確かなことはこの戦勝利あるのみということよ。それだけの腕があればあんたも誰かを救えるだろうか。ああ、分かっているよ忠勝。もうお前の心から目を背けたりはしない。
とまずわしは手を出さないが、ほどほどに頼むぞ、独眼竜。オーケー。ゲストとしての分はわしに。このまま敗れ去りはしない。絆が力に劣るものと人の心に刻ませはしない。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあわしと結ぼう、たゆまぬ絆を。なんじゃ、ゲストは去るとするかね。また会おうぜ、ヤツ。竜王主催のパーリーだな。民を導くのはわしかお前か。共に残そう、この世の希望に敗れぬ希望を。貴様の心の今日、この仕事砕いてやるわ。絆も情けも弱さなどではないんだ、秀吉殿。一撃必殺、まさに効果は抜群ですな。凄まじい威風だ。さて、わしの拳とはどちらが上かな。こんな別れを迎えるのも一つの幸せなんだろうな。ありがとう、忠勝。最後までわしを思い続けてやつ。どうしてああも簡単に切り進めるんだ。だがむざむざと衰えはせぬ。この日の元だけでは物足りぬというか。覇王め、それがしに勝るとも劣らぬな。あなた様の部分にあやかませていただきたく。いかなる敗北も我には許されぬ。なんという重い拳。わしが傷つくだけで済むならあまりにも安い代償だ。これで引かぬと敵も必死というわけか。まるで天下でも取ったような気分だぜ。秀吉さん、僕の脅威は砕けない。無駄に屍が増えゆくのみぞ。今からでも手を取り合えたらと。そう思うな。力には誰も抗えない。いや、違う。絆は不滅だ。この日の元をあるべき形に。我が滑る強き国に。